マヌエルアゴゴはガーナ・アクラ出身の元サッカー選手。ポジションは FW。1995年にイングランドのシェフィールド・ウェンズで FC のユースチームでキャリアをスタートさせ、1997年にトップチームに昇格し、1999年はイングランドの様々なチームにレンタル移籍した。2000年アメリカのシカゴ・ファイヤーに移籍した。 シカゴで1試合プレーした後にトレードでコロラドラピス2に移籍した。ここで32試合に出場し11ゴールを決める、活躍をした。2001年6月、サンノゼアースクエークスにトレードで移籍した。2002年、クイーンズパークレンジャーズ FC に移籍し、イングランドのチームに復帰した。しかし2試合出た後すぐにバーネット FC に移籍。ここで39試合で21ゴールを挙げた。 2003年の夏、ブリストロローバーズ FC に移籍。2004から05シーズンは51試合で20ゴールを記録。翌シーズンは44試合で18ゴールを挙げた。2006年8月30日、ノッティンガムフォレスト FC に3年契約で移籍した。2006年9月3日に、チェスターフィールド戦でリーグ戦デビューした。最初のシーズンは7ゴールを決めた。 2008年7月2日、エジプトのアルザマレクに移籍し、2009年8月5日、キプロスのアポロン・ディマソルに移籍。2019年8月22日に死去が発表された。2006年5月にガーナ代表初招集を受けた。11月14日、オーストラリア代表戦で初ゴールを決めた。アフリカネーションズカップ2008にも招集された。ありがとうございます。